ピーラーとは、野菜や果物などの作物、調理物を回転させながら、自動、または手動で葉を押し当て皮むきを行う調理器具。語源は、皮をむくという意味の英語の動詞ピール。ピーラー手動のピーラーには、T 字型や I 字型などの種類がある。T 字型のピーラーでは先端に差し渡すように葉が取り付けられている。この葉を皮をむこうとする材料の表面表面に、 押し当て、皮を削ぎ落とす。刃の形状がある一定以上の厚みには食い込まないように工夫されているので、包丁などを使う場合に比べ、簡単に一定の薄さでスピーディーに削ぎ落とすことができる。刃は左右対称に取り付けられている製品が多いが、斜め方向に若干鋭角に取り付けられている製品もある。また、刃はステンレス製のもののほか、セラミック製のものもある。 Y 字型もしくは U 字型のピーラーは、皮むきだけでなく葉の形状の工夫により、千切りなどを行えるものもある。この他食材を回転させながら、側面から皮をそぎ落とす P 字型のピーラーもある。アップルピーラーリンゴ用のアップルピーラーなど、回転式のものもある。リンゴの芯の部分に軸を取り付けて、ハンドルを回転させることで、皮を取り除くことができる。 パイナップル用のパインピーラーのように上から押さえつけることで皮をそぎ落としながらドーナツ状にカットされる器具もある。業務用のピーラーの代表的な方式にはスチームピーラー方式やドラムピーラー方式がある。給食施設などで使用される球根皮むき器では投入したジャガイモなどの調理物の摩擦で皮を除去する。このほか業務用のものには 水圧や風圧を利用してネギなどの皮むきを行うものなどがある。ありがとうございます。